猿が三匹。一つはカラカ。
そなたもこのそして使命を持ち、ああ、それならば屏風にさすれば巫女さ、紫着物の猿、目がよく遠くまで見え、尋常ならひどく、代々着物の猿は目も耳も、特に人を見れば大騒ぎして、あるいは緑着物の猿、耳がよくと尋常ならしかひどく、ああ私はここは大抵静かですし、ある意味、ああかつてあなたと同じくしばらく猿たちを追いかけていたと思い、そなたが
お許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれど目を閉じてください。奥の院にて終わりいたしましょう。